ボヘミアの修文、ボヘミアの修文、ボヘミアの修文、現代は、イギリスの小説家、アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち最初に発表された作品である。ストランド・マガジン1891年7月号、書出。1892年発行の短編集、シャーロック・ホームズの冒険。 ザ・アドベンチャー・ソフ・シャーロック・ホームズに収録された。長編、ヒーローの研究、四つの署名に続いて発表された、シャーロック・ホームズシリーズの第三作目。ボヘミアの修文をはじめとするシリーズの短編は、ストランドマガジンに連載され、シドニー・バジェットの挿絵とともに、読者の支持を得た。日本語版では、役者により、ボヘミア国王の修文という放題も使用される。 シャーロック・ホームズには、いつでも、あの女性と呼ぶ人がいる。1888年3月20日、結婚して開業医に戻っていた、電気作家のジョン・イチ・ワトスンは、往診の帰り道に、独身時代に、私立諮問探偵のシャーロック・ホームズと共同生活を、送っていたウェーカー街221バイトのを、通りかかる。懐かしさから部屋を訪ねると、再会したホームズはワトスンを観察し、 太ったことから結婚生活が似合っているようだと表し、さらに最近はトスンが風邪をひいたことなどを推理支中させる。そして上質な紙の手紙を見せ、間もなく依頼人が来ると話す。やがて立派な馬車が乗りつけ、顔に仮装用のマスクをつけた身長にメートルはあるであろう、大男が部屋に通されてきた。マスクの男はフォンクラム伯爵と名乗り、 ボヘミア王家の問題で代理人としてきたというが、ホームズは伯爵の正体がボヘミア国王その人であると見抜く。伯爵はボヘミア王であると認めて、マスクを取り、依頼の内容を語り出す。5年前、皇太子であった王はアイリーン・アドラーと交際していた。アイリーンはコントラルト歌手でオペラのプリマドンナである。 王は近くスカンディナビアの王女と結婚することが決まったのだが、そこへアイリーンが二人で撮影した写真を王女へ送りつけると脅迫してきたのである。写真が送られれば破断は必死であり、王は写真を取り戻すために人を雇う。しかし、矢探しや強盗まで行わせたにもかかわらず、写真を見つけることはできなかった。写真を送ると予告された婚約発表の日が迫り、 自らホームズへ依頼に来たのであった。写真を取り戻す依頼を引き受けたホームズは、馬扱い人に変装して、情報を集め、ゴドフリーノートンという弁護士の男が、毎日アイリーンを訪ねていることを知る。アイリーンの家を見張っていたホームズは、訪ねてきたノートンとアイリーンが馬車で移動するのを、追跡し、セントモニカ教会にたどり着く。教会には、アイリーン、ノートン、 牧師の三人がいて、入ってきたホームズに協力を要請する。これはホームズにとっても想定外の出来事で、アイリーンとノートンが結婚する、立ち会い人をさせられて知ったのだった。結婚した二人が、新婚旅行などで出かけると取り戻すのは難しくなる。ホームズはすぐに行動を起こすことを決め、ワトスンに助力を頼む。写真が家の中にあると推理し、 アイリーン自身にその場所を教えてもらおうというのである。家へ戻ってきたアイリーンが馬車から降りようとしたとき、周囲で男たちの喧嘩が始まった。喧嘩に巻き込まれそうになったアイリーンを聖職者に変装したホームズが守ろうとして負傷する。顔から大量の血を流して倒れたホームズはアイリーンの家へと運び込まれた。一部始終を見守っていたワトスンは、 ホームズの合図で発煙筒を家の中に放り込み、ヤジウマたちと声を合わせて火事だと叫ぶ。その声を聞き、立ち込める煙を見たアイリーンは、とっさに最も大事なもの、写真を取り出そうとしてしまい、ホームズにその隠し場所を知られる。ホームズの負傷は家へ入り込むための芝居であり、喧嘩を始めた男たちやヤジウマは、皆ホームズが手配していたのである。 隠し場所を知ったホームズは、明日、ボヘミア王と一緒に家を訪ねて写真を取り戻すことに、して、ワトスンと二人で、ベーカー街へ戻る。ホームズが、ドアの前で鍵を開けようとした時、通行人の青年からおやすみなさい、と声をかけられる。しかし、青年が誰なのかはホームズにもわからなかった。翌日、ホームズとワトスンは王を伴いアイリーンの家を、訪れるが、 アイリーンの姿はない。残っていた使用人からアイリーンはノートンと共に大陸へ旅だったという伝言をお聞かされる。慌てて確認した隠し場所には手紙とアイリーン一人だけの写真が残されていた。昨日の騒動の後、負傷した聖職者がホームズだと気づいたアイリーンは断層してベーカー街まで微行し正体を確認すると挨拶の声をかけて立ち去ったのであった。手紙には 夫のオトンと相談した結果、ホームズが相手では逃げるしかないと考え、姿を消すと書かれていた。王と撮った写真に関しては、結婚した身であり悪用する意図は、もはやなく、お守りとして、手元に置きたいという。その代わりとして、アイリーン一人だけの写真を手紙と共に残していったのだった。アイリーンの手紙を読んだ王は、身分さえ釣り合っていたなら、立派な王妃になっただろう。 と探索する。ホームズは写真を取り戻すことができなかったと謝罪するが、王は写真は焼いたも同然に安心で依頼は果たされたと述べ、とりあえずの謝礼としてはめていたエメラルドの指輪を渡そうとする。しかしホームズは王の持ち物にはもっと貴重なものがあり、それが欲しいという。その貴重なものとはアイリーンの写真であった。この事件以降、ホームズが 女性の知恵をバカにしたりすることはなくなった。ホームズにとって、アイリーン・アドラーはいつでも、あの女性なのである。この事件の発生年代については、作中に1888年3月20日と明記されているが、1887年や1889年だと、する説もある。1888年3月20日は火曜日である。しかし、 ボヘミア王の婚約発表が次の月曜日の予定だと聞いたホームズはまだ3日間の余裕があると答えているため本当に火曜日の出来事なのか年代は正しいのか研究の余地がある。聖天60編の事件を発生年代順に並べた小中版シャーロック・ホームズ全集を発表したベアリングイコールムールドの説では1887年5月20日の 金曜日から5月22日の日曜日までの事件としている。この事件の時点で、ワトスンが結婚生活を送っている相手は、四つの署名で出会ったメアリー・モースタンだと考えられるが、ベアリングイコールグールドは、メアリー説を否定し、ボヘミアの集文は、四つの署名より、以前の事件であり、結婚生活を送っている相手は、メアリーではなく一人目の妻であるとした。この説では、 再会したワトスに対し太ったことを指摘して結婚が似合っていると評したホームズの発言は実際にはもう少し前、おそらく短編、ライゲートの王子主の際の出来事だとしていい。作中に依頼人として登場するボヘミア王が誰をモデルにしているかについては諸説ある。当時のボヘミア王はフランツ・ヨーゼフ一世在位。 1848年から1916年であったが、1830年生まれのため年齢的に該当しない。フランスヨーゼフ一世の息子ルドルフ大公、1858年生まれ、とする説、老いのフランスフェルディナント大公、1863年生まれ、とする説、後のドイツ皇帝ビルヘルム二世、1859年生まれ、とする説、後のイギリス王。 アルバート・エドワード皇太子、1841年生まれ、とする説がある。定説となっているものはないが、事件発生時の年齢だけを考慮すると4人の中では、ルドルフ大公の可能性が高くなるとする説や、1889年に起きた、ルドルフ大公の真珠事件とこの短編の類似性を指摘する説などが存在する。アイリーン・アドラーは、ホームズが、あの女性、 ザ・ウーマンとただ一人で監視をつけて呼ぶ特別な存在である。ホームズはアイリーンを初めて見た時の感想として男が命をかけても惜しくないほどの美しく心惹かれる顔をした女性とワトスンに語った。作中、ワトスンはホームズがアイリーンに恋愛に似た感情を抱いているわけではないと書いている。シャーロテアンの間ではやはり恋愛に似た感情を持っていたのではないかとする。 説とワトスンの書いた通りで唯一能力的に叶わなかった女性として特別なのだとする説に分かれる。事件の終わりにフォームズがアイリーンの写真を欲しがった理由についてもブロマイドとして手元に置きたかったという説、変装した彼女と再会した時に見破るためとする説、完全に成功できなかった事件の自戒のためだとする説などに解釈が分かれている。なお、 ホームズ自身は悪魔の足で自分は人を愛したことはないと告白している。ベアリングイコールグールドは1962年に発表したホームズの伝記の中で大空白時代にホームズとアイリーンが再会して同居生活を送り息子を設けたことにしている。この設定は1976年のテレビ映画シャーロック・ホームズ・イン・ニューヨークでも使用された。執筆当初は エースキャンダル・オブ・ボヘミアという題名だった。題名や作品の雰囲気などに、オペラ、ラ・ボエームの原作小説で、アンリ・ミュルジェールが1848年に書いた、ボエーム生活情景ら影響を受けている、可能性が指摘されている。作中、ベイカー街の下宿の女主人が、ターナー夫人、ミセス・ターナーとなっている。シリーズでは、この場面を除き下宿の女主人は、ハドスン夫人、 ミセス・ハドソンであるため、その正体については、諸説ある。リチャード・ランセリングリーンは、短編、空き家の冒険の原稿に、ターナー夫人と書いた後に、ハドソン夫人へ訂正している箇所があるめ、同様の書き誤りであるとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。